レスリングにおけるフロントネックチャンスリーフロントネックチャンスリーはレスリングやプロレスで用いられる関節技の一種である別名フロントネックロックフロントチョークと同様の体勢。向かい合った状態の相手を前かがみにさせて相手の頭部を自身の脇の下に抱え込み首を締めるのではなく相手を抱える腕の手首で相手の頬骨を擦るようにして相手の頭を 自身の腹で90度回転させて、自身の腹部を前方へと突き出すように体を反らせて、相手の首を曲げて、頸椎を極める。ネックロックの派生に、チョーク技が禁止されている、キャッチャーズキャッチキャンの技術として発展。総合格闘技の試合などでは、フロントチョークを仕掛けたが、結果的に、フロントネックロックになるケースもある。なお、この技は、別名、フロントネックチャンスリーとも呼ぶが、 フロントチョークをフロントネックチャンスリーと呼ばない見た目が酷似している技に以下のものがあり実際によく混同されるフロントチョークフロントネックチャンスリーが頸椎へのダメージを狙う首関節技であるのに対してこちらは相手の頭上側から首を固め気管もしくは頸動脈を圧迫する裸しり詳細はフロントチョークを参照フロントヘッドロックフロント ネックチャン3の体勢から頭部に片腕を回して抱え込み脇や上腕に力を入れて相手の頭蓋骨を締め上げるダメージを与えるスタンディングや中腰で決める場合が多いヘッドロックの派生にフロントフェイスロックフロントネックチャン3の体勢から前腕部に相手の顔面に当てて力を入れて相手の顔面を締め上げるフェイスロックの派生にフロントヘッドロックと同一とする場合もある 上記同様にスタンディングや中腰で決める場合が多い。フロントネックチャンスリードロップはプロレス技の一種である。相手の首をフロントネックロックの要領で捉えて、体をブリッジさせる勢いで相手を後方へと。日本での初公開は1963年3月23日、日本プロレスのクラマエ国技館大会において、サンダーザボーガ対アントニオイの機戦で使用して、この技で初期から、 ピンホールを奪っている。1966年3月21日、猪木は日本プロレスを一時離脱して4月23日に入団した東京プロレスでアントニオドライバーの名称で使用していた。他の使い手としてはアンドレザジャイアントがいる。見た目以上に全身の筋力を要する技とも言われており、猪木はこの技を多用した影響で腰を痛めたため使用していた時期は 東京プロレス時代に限られている。また、アンドレも使用していた時期は、体力的に充実していた、前世紀に限られている。この技を、ブレインバスターの原型とする説があるが、ブレインバスターの開発者であるキラーカール・コックスは、否定している、タイガードライバータイガーネックチャンスリーとも呼ばれる。佐山聡氏が、初代タイガーマスクの時代に開発した、オリジナル技。 片足を振り上げた勢いを活かして、相手を後方へと反り投げて、背中を叩きつける。同名の技で、三沢光春が二代目タイガーマスクの時代に開発した、タイガードライバーがあり、現在では、三沢式の方が著名と思われるが、全く別の技である。テレビゲーム、ファイヤープロレスリングシリーズでは、鞘山の独特のモーションを再現したタイガー、ネックチャンスリードロップという技がある。 ハーフハッチスープレックス前鏡になった相手の首の後ろに正面から左腕を回し相手の左脇の方から差し込んだ右手を相手の背中に添えて相手を抱えたまま体をブリッジさせる勢いで相手を後方へと反り投げて背中を叩きつけてブリッジを崩さずにホールを奪うマジンカザグルマ固めマシンスープレックスとも呼ばれるスーパーストロングマシーンのオリジナル技 前鏡になった相手の左腕を左手で掴んで折り曲げて相手の左脇に胸の方から差し込み右手で相手の左腕を掴み自由になった左手を相手の首の後ろに回し体をブリッジさせる勢いで相手を後方へと反り投げて背中を叩きつけてブリッジを崩さずにホールを奪うアスナロスプレックス山田慶一のオリジナル技前鏡になった相手の首の後ろに 正面から左腕を回し、相手の左腕を抱き込むような感じで、相手の胸の方に右腕を回し、右手で相手の右肘あたりをつかみ、掴んだ腕を相手の胸の方に折り曲げて、体をブリッジさせる勢いで相手を後方へと反り、投げて背中を叩きつけて、ホールを奪う。天竜稲妻落とし天竜玄一郎のオリジナル技、フロントネックロックの要領で、 相手の首を捉えて、相手を持ち上げて背中から倒れ込み、相手の顔面のあたりを叩きつける。ありがとうございます。